の方にも20分ぐらい写真撮る時間があるので回っていた後に後にみんな見に行ってくださいね。はい、オーナーさんたちは、黄色の T シャツを着た、スタッフたちが誘導してくれると思いますので、そちらの指示に従って車の運転をお願いいたします。お願いします。さあ、そろそろ準備はできたでしょうか。かなりサラサラですかね。曇ってまいりましたね。曇ってきたね。こんな感じだったけどね。ね、でも雨降らなくてよかったね。本当に雨降らなくてよかった。毎回結構雨降らないお天気恵まれてるよね。恵まれてます、ね、最近ね。最近最初の方ちょっと天気が荒れてた時があったよね。すごい暑かったけど、私たち一緒にスタンスネーションやっても10回ぐらい、もっともっとかも。すごいね。去年も愛知はさ、これそうそうそう、風が強くて大変だった。ヘルメットかぶってた。ちょっと危険だったね。ヘルメットかぶってた。ね、そうちゃんが。でも今回はちゃんとオープンだから、はい、今日は安全です。安全です。絶対何も降ってこない。大丈夫大丈夫。雨も大丈夫。あ、大丈夫大丈夫。さあ、準備の方はもうちょっとでできるはずなので、皆さんもう少々お待ちください。はい、ステージの方に集まってください。それでは皆さん、アワードの準備ができました。お待たせしました。 It's time to start the award show。 それでは今回はどんな車たちがアワードを取るのでしょうか。楽しみですね。スタンステーション2022愛知アワードスタートします。 Here we go。 エントリーナンバー680番、カスタムカーマガジン賞、謎の車展。謎の車って紹介されるとなかなかで、謎の車で、作り手のオーナーの方にこの車何ですかっていう質問を投げかけると、いや、じゃあまたアワード取り上げます。またおお、ちょっとね、取り合いだったかもしれないね。本当に謎の車っていうのが面白いですね。ねえ。すごいな。やっぱりこれはちょっと。あ、もう呼んじゃっていいのかな？オッケー、オッケー。じゃあこれから今から呼びましょうか。
めでとうございます。それではちょっと次行く前にエルベスさんをお呼びしましょう。 Come on out, Elvis! 見えるかな。 Hello there! Sorry, we forgot to call you out. It's alright, I'm just enjoying the show. ごめんよ、呼び忘れた。でも I'm looking on Instagram and these cameras. わー、ずっとインスタとこの、カメラで見てます。That's great. All right, well, let's continue on from here. 続き、参りましょう。いきますね。エルヴィスの準備 OK かな？はい。それでは次のアワードいきましょう。リムズンマガジンアワード、エントリーナンバー197番、オールドミニー。Woo! ミニちゃんだ、ミニちゃん。本当だ、ミニちゃんのミニだ。いいね、いいね。忘れちゃった。ミニちゃんのみんなとも知り。違う、大丈夫です。あ、大丈夫です。もうこっちの話なんで。おめでとうございます。どうぞ。はい、どうぞ。スパンスマガジンの真田です。年一出してるムックのリムズマガジンってホイール専門誌なんですけど、そのアワードに選ばさせてもらいました。でこのホイールがイギリスのすごい老舗ホイールなんですけど、3年前にちょっと深いサイズの小ぶりが出てきて、それをゲットしたっていう、その日本でただ一つしかないホイール、入れてないホイールってことで、ホイールの雑誌にちょうどいいなっていう感じで選ばさせてもらいました。でその他にもね、エンジンとかすごい100レーター式になってたりとかして、すごい乗り心地も楽しい車ということで、かわいいよね。中もめっちゃかわいいですね。見た目もめっちゃかわいい。あれもね、すごくかわいい。誰もやってないところを掘るっていうのがやっぱカスタムの醍醐味だっていうからね。やっぱオールドミニって後ろもともと開くんですか、窓。そうですね、窓ね。うん、そうなんだ、特別じゃん。すごい、特別に。じゃあよかったらコメントの方、はい、コメントお願いします。マイク、その一言ありがとうございます。ミニで撮れると思ってなかったんで、すごい嬉しいです。ちょっともうちょっとかっこよくできるように作りますので、またよろしくお願いします。はい、ぜひ次回も参加してください。ぜひぜひ。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。じゃあ車の前で写真撮影お願いします、はい、おめでとうございます。大きな拍手お願いします。後でまた頑張ってくださいね。So Elvis, he says he wants to keep on working on this car and hopefully he'll be back again next year. Nice. I love the wheels on that car. They're so cool. この車のホイールが大好きですってエルヴィスさんが言ってます。本当にめっちゃレアなホイールで、日本に全然入ってないって言ってましたよ。そうなんだ。 So these are really rare wheels in Japan apparently. Nice. Very, very cool.いいですね、ミニちゃんのミニ、ミニカーのミニ。それ言ってって言ってみたいな話になってたの。あ、そういうことね。ゴッカーみたいな話になってたのよ。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。可愛かったな。すごい可愛かった。ではでは次。はい、それでは次のアワードに行きたいと思います。S4 マガジンアワード、エントリーナンバー53番、 BMW340 ツーリング。渋めのが来ましたね。あら、編集長は、佐藤編集長は、あ、前から登ってきてたねえ、どっから登場するのかと思いました。ステージの方へどうぞ。おめでとうございます。すみません、S4 という会社の雑誌です。よろしくお願いします。アワードは大山さんの BMW に差し上げることにしました。あまりにさりげないんで気づかれないと思うんですけど、普通の M でないツーリングをベースに M3 の部品とかを使ってですね、フェンダーの大きさとか全然違うのをこううまいことはめてって、でそこからさらにエアサスつけたり何台かんだりで、すごい、おめでとう。おー、素晴らしい。じゃあ一言そのままお願いします。はい、ですね、この車完成してから3年弱ぐらい経ってるんですよね。で
僕、まあ、いろいろイベントあちこち行ってるんですけど、はい、今回アワードっていうのをもらったのが初めてなんです、ね、おめでとうございます。それで、この車を初めてその3年弱前ぐらいにイベントに出た時に初めて見つけてくれたのが S4 さんやったんですよ。おで、そういうこともあって、で今回こういう初めてのアワードを S4 さんのアワードをもらえたっていうのはすごく光栄に思います。いや素晴らしい、はい、いい出会いでしたね、本当にお互いに、はい、ありがとうございます。ぜひこれからもスタンスネーション出てくださいね。はい、はい、ありがとうございます。お待ちしております。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。では車の前へ写真撮影をお願いします。すごいね。 So Elvis, he said that he finished this car about 3 years ago and he's been trying to get it into different shows, car shows, but this is the first time he was able to win an award, so he's super happy. Well, that's nice. That's very motivating, you know? Right? After building something for so... After building a car for so long to get recognized for your hard work, exactly. It's very rewarding. Very validating. Yeah. That's awesome. Really happy for him. はい、本当におめでとうございます。おめでとうございます。嬉しいですね、やっと賞が取れて。ね、本当に出会いもね、いいし、ね、すごい柔らかかそうでしたし、よかったです。よかったですね。はい、それでは次のアワードに行きたいと思います。はい、マシュマロヒーローマガジンアワード、エントリーナンバー959番、カラオラ GT。 カラオラ、はい、それではクリスタ編集長の、あ、すいませんね、内側でどうぞどうぞ。いや、もうすいませんね。あの、押してるからまた早くね。はいはい、はいはい、あ、もう押してるよね、すでにね。はい、はい、始まるヒーロー編集長のクリスタです、よろしくお願いします。はい、あ、まあね、おめでとうございます。まあ、四角いよね。四角いですね。っていうことで、色々四角いですね。まあ、細かい話はちょっとオーナーさんに聞いてみましょうか。はい、じゃあ、あの、いつもこういうスタイルなんですよね、大体。最初じゃこんな感じ。やりづらいよ、ね。そう、喋らせる。おはようございます。はい、大丈夫です。あ、ありがとうございます。この車はですね、ちょっと古くてマニアックなカローラなんですけど、なかなか、昔から大事にされてきた車で、僕、今のオーナーなんですけど、やっぱりこの雰囲気っていうのは、歴代のオーナーさんがこの大事にされてきてからのこの状態なんで、やっぱり歴代のオーナーさんにも感謝して、選んでいただいた、ね、編集長にも感謝させていただきます。ありがとうございます。素晴らしいですね。ビカビカにしすぎずに、長年のこの歴史をね、ちゃんと刻んだ車だっていうところで、ちょっと、はい、評価してほしいなっていうところと、あと、まあ、彼がね、作ったこのホイール、この辺をちょっとね見ていただきたいなと思います。すごい、かっこいい。こんな感じ。はい、こんな感じですか。はい、締め方、締め方が、いや、もう本当におめでとうございます。はい、おめでとうございます。すいません、こっちまでいつもこんな感じです。はい、本当におめでとうございます。では車の前で写真撮影お願いします。本当はもっと喋るんですけどね。あ、だって時間が押してるから。でも喋った方がいいんじゃないですか。もうちょっと写真撮影して、車見てもらえばこの良さが分かってもらえますよ。ね、どのくらいね、なんかやったかとかもね。だってこんな四角い車出てこないでしょ、本当にね。ねえ、あんまり四角い車、確かに本当に見ないですね。なんかね、さっきのミニと大違い、またね、本当に丸くて小さいのと全然違う。すごい懐かしい車ですね、これ。ね、色もまたなんか渋すが出てますもんね。うん、7年式かな、87年だっけ。おお、いいですね。大事にされてきました。おめでとうございます。40年。やば、40年前の何が40年前の車。40年前の車なんだ。おお、すごい、かっこいい。素晴らしいですね。おめでとうございます。大きな拍手お願いします。イエーイ。素晴らしかったですね。すごいですね。また後で見に行けると思うので、ぜひゆっくり見に行ってください。はい、ちょもありがとうございます。
はい、それでは次のアワードいきましょう。もうまだ4つしかアワードやってないから大丈夫。もうちょっと行きますよ。はい、それでは VIP カーマガジンアワードエントリーナンバー4番ゴーマルシマー、勢いよくゴーマルシマー。なかなかの声が出てきましたね。大丈夫？大丈夫です。はい、よかったです。マイク近めでお願いします。はい、 That was an entrance. Wow.私がですね、このオーナーの前川太郎さんと本格的に知り合ったのは2008年の6月号の表紙の撮影の時に初めて知り合って、まあ、それ以来このコンディションを保ちつつさらに今日に目がけていろいろ進化してくれたのでとても嬉しく思っております。でしかもなんかこの車のために家を建て替えられて、車のために家、はい、家を建てられて、しかも空調管理のついたあのガレージまで作っちゃって、奥様と子供たちの協力も得てこの車があるっていうところでもう文句なく今日選ばさせていただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、もう胸の内をとんどんしてもらって、はい、お願いします。このイベント初めて来させてもらって本当にこの皆さんとこう、ね、賞、大変な素敵な賞をいただいてありがとうございます。僕はもうこのつながっているエルビスとも長い付き合いでいろいろこうコミュニケーションを取りながらいろんな仲間、車の仲間でこう世界問わずですねいろいろこう楽しいことつながっていってるんで、やっぱりこのつながりを大切にしてこれからもみんなで楽しくカーライフをしっかり過ごしたいなと思ってますのでよろしくお願いします。本当におめでとうございます。すごい、すごい嬉しいね。嬉しいですね。かわいいです。すごい、本当におめでとうございます。おめでとうございます。本当に。では車の前写真撮影お願いします。大きな拍手お願いします。イエーイ。エルビスとも仲良しだって言ってたけど、エルビスつながるかな。ねえ、エルビス、 he said that you and him have known each other for quite a while now. Oh yeah, all I think we met first time at our Fuji Speedway eventmany, many, many years ago, and we've just stayed in touch through social media ever since. That's awesome. And he said that, I heard something about that they rebuilt their house in order to build this car. Yeah, I saw on his Facebook, they rebuilt the garage, like repaved the access to it and everything. Wow, that is... Like serious dedication. Really, seriously, dedicated.Oh my gosh, and he said that, you know, he loved being in touch with you and he wants to continue to value that connection that you guys had and keep on working on cars, he said. Oh, I'm honored, I really am. とてもこのつながりがあって光栄ですってエリーさんが言ってますよ。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いいですね、いいですね。すごい嬉しそうだね。 Very nice. ではでは次エントリーナンバー143番 R30 スカイラインコーナー。イエー、前が開いてますよ。いいですね、めっちゃかっこいい。前が開いてますよ。ヤチ編集長、あ、痛い痛い、こっちどうぞ。どうも、ノスタルジックスピード編集部のヤチです。はい、この車は、オーナーさん今年20歳の中川。いやもう今出てきた瞬間分かんなくちゃったもん。緊張してる。ねえ、で、もともとお父さんの車で、あ、それを免許を取って譲ってもらって自分で車検も何も取りましたっていう。これからもあまりだからいじめないでくださいね。いじめないです。可愛がりますよ、これからも。むしろ、でなんかあれがチームの旗でした。チームの旗ですね。なんでチーム？え？どういうチームですか？サブスタンシャルっていうチームで、ほんまに今日僕入らせてもらったというか。今日？そうですね、まあ、ちょっと前に入って今日このスタネでお披露目じゃないですけど、まあ、バナー貼らせてもらってとか。そういう話だったんですね。全然知りませんでした。ここも聞いといてくださいよ、ちゃんと。もうアワード渡すんですか。いや、車の話ばっかりしてた。あー、なるほどなるほど。車のポイントは？ポイントは、なんやろう、まあ、後ろ、まあ、10J 打ち込むのに、まあ、フェンダーを、まあ、親父に頼んで作ってもらったのが一番、まあ、大きいポイントかなと思います。2台揃って
頑張り屋さんですね。もしかしてお父さんからもらったってことは買ってない。買ってないです。あもういやお父さんからもらったって言ってるんだから買わないでしょそこは。そうね。その通りですね。今日チームの方もいますかね。よかったら一緒に写真撮影とかしてもらえるんだったらぜひどうぞ。どこがいますかね。あ T シャツそこじゃないの？一緒じゃないの？あお兄さんたちもよかったらじゃあ。おはい。おじゃあよかったら。おめでとうございます。はい。おめでとうございます。写真撮影。車の前でぜひみんなで。マイクあっちで渡したらいいですよ。はいおめでとうございます。大きな拍手お願いします。Congratulations! He's gonna take a picture with his team who he worked on this with. ちょっと時間がないので車の前までダッシュしてもらえると嬉しいです。はい。若いから大丈夫。だってもうスタンステーションのことをスタネって言ってたから若いなって思った。スタネって言うんだね。これからスタネ。そうそう。ハッシュタグスタネだよ。え？使ってる？一応使ってた。本当？そう。え、でも普段スタンスネーションって言ってるスタンスネーション、でもなんかハッシュタグで出てるよ。いや、ハッシュタグって嫌なのやめてもらっていいですか？ハッシュタグ。あ、いいね、なんかチームっぽい感じ、いいですね。いいですね、めっちゃいい写真。あ、いいじゃん、いいじゃん、なんか、みんな、なんか背中向きとかかっこいいんじゃないですか？いいね、背中向きもあり。いいね、かっこいい、かっこいい。はい、できる限り吹かさないようにお願いします。いいじゃん、いいじゃん、後ろに立ってもらってさ、いいじゃん、いいよ、おめでとう。めっちゃかっこいい。はい、ハッシュタグ。Awesome members. Really cool team, right? もうエルビスが我慢できなくてかっこいい。あの、このチームかっこいいってエルビスが言ってますよ。かっこいいって言ってます、皆さんのこと。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。これからもいっぱい楽しんでください、車ね。ね、楽しんでいただきたいですね。He said that the fenders his dad built for him, and he received the car from his dad. So, hi, I'm gonna get a lot of work on it.7本目です。ダンスマガジン RU モデルアワードエントリーナンバー1049番アキュラインテグラー。わ、また前が荒れてる。そして音がいい。そしてスカスカでしょ、エンジン。本当にすごい。危ない、すごい。わあ、すごいね。これは本当にアメリカですアメリカから持ってきた。あ、そうなんだ。もうすごい有名な車をこっちでこの商品で綺麗にしてもらってもらったんですけど。すごーい。素晴らしい。すごいすごい。でも17年間ずっと乗って歩くので。へえ。おめでとうございます。ステージの方へ。有名な車。どうぞ。アメリカでも。有名なんです。そう。おめでとうございます。数々のアメリカで賞を取った。へえ、すごい。おめでとうございます。おめでとうございます。ぜひ何か一言お願いします。すごい有名な車だと聞きました。まあ、今日この車を持ってきて、まあ、このイベントが最後で、まあ、またリメイクしてまたスタンスネーションとかに行って、このエンジンで見れるのは今日が最後。そうです、はい、もうエンジン下ろしてしまうんで、また新しいのに積み替えるってことです。わあ、大変。すごい。もう車好きな人って本当大変です。もう何回も何回もいろいろインスピレーションがどんどん湧くから。そうそうそう。やんなきゃいけないと思って。いやもうすごいすごいすごい。素晴らしいね。素晴らしい。すごい。本当日本に持ってきてくれてありがとうございます。スタンステーションにもありがとうございます。これからも頑張ってください。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。では車の前へどうぞ。Wow, so apparently he brought this car in from the US. And the engine is completely clear. It looks so cool. Yeah, I'm pretty familiar with this car. I think I've seen this car in Los Angeles, maybe 2010, 2011. Really? I'm pretty sure. LAにI think it's the same car. LA, LA. LA, Little Tokyo であるイベントで見たっていう。あ、本当に。そう、エリさんが見たことあるって言ってましたよ。素晴らしい。Yeah, that's right. He brought the car back to Japan in 2016. So he was there. Even when
Even when this car was in the US, it was winning awards at shows in the US. It was that amazing at that time. That's cool. アメリカでも賞を取ったんですね。素晴らしいですね。素晴らしい。その記憶にある。すごいですね。ねえ、すごい。本当におめでとうございます。すごいすごい。うわー。記憶力もすごいよね。すごいよね。でもよっぽどそれがレベルが高かったけど、その時はまだね、ここまでできるのはいなかったから。素晴らしい。すごい。So nice to see it in good hands. おめでとうございます。Definitely.おめでとうございます。だってもうナンバーもまあカリフォルニアナンバーね、来てくださったもんね。かわいい。はい、じゃあ次行きましょう、はい、スタンステーションマガジンレイトモデルアワード、エントリーナンバー477番 ND ロードスター。そうなの、最近はもうイタシャもかっこよくなっちゃって、あら、あれもね、キャラクターはゲームのキャラクターなんですけど、少女前線、あの HK っていうのが武器の名前なんだけど、武器を熟練化したとかしたっていうよかったよ。もうついていけません。でそういうのを、はい、あの最近はスタンスとイタシャ。へえ、初めてスタンスネーションでイタシャ、イタシャが、あ、まあ、なんかだけど若い子は来た、あのアワードを取った気がします。私が MC を始めてからは今そんな気がする。オタクもカスタムなんですよ。オタクもカスタム。ハッシュタグは皆さん使ってください。オタクもカスタム、はい、ぜひお願いします。スタネね、はい、スタネで、ね、スタネも使ってください。それの割にはすごい足回りもね、すごいかっこよく作ってる、はい、今時のあのイタシャとスタンス、ね、融合なんですよ。すごいすごい今時っぽいです。タイヤとスレスレですもんね。スレスレですね。まあエアサスで下がるんで、はい、まださらにスラム出します。わあ、おお、めっちゃかっこいい。ぜひ、はい、おめでとうございます。ぜひ一言お願いします。あのスタンステーション初めてあの出させていただいて、まあこんな賞をいただけると思ってなかったので本当に嬉しいです。まあイタシャっていうことで、まあなんか皆さん思われることはあるかもしれないんですけど、まああのこういうカスタムも本気でやってるっていう一台を、まあ一人の方、あの多くの方に知ってもらえたらなと思います。ありがとうございました。いや、おめでとうございます。本当にありがとうございます。じゃあ車の前で写真撮影お願いします。大きな拍手お願いします。わー、嬉しいですね。私こう見えて結構アニメ好きなんですよ。そうなんだ。めっちゃ好きなんですよ。だからこのイタシャに対してのあれは全然昔からなくて好きなんですけど、スタンスネーションにこう応募してくれるっていうのが嬉しいなと思って。そうね。と素晴らしい。結構増えてきてますね。本当ですか。じゃあもうこれからあのイタシャしてくれたら、あのエントリーしてくれたらもう通してあげましょう。それはダメ。それはダメ。普通のイタシャはダメ。ダメです。しっかりカスタムしてください。はい、おめでとうございます。すごい、本当にもうシートとかも全部すごいかっこいい。なんだろう、ちょっとゲームっぽい感じ。マツダセイロってマツダの周辺をやっと入れてたりするから、もういろいろ手が入ってるんですよ。もうすごい嬉しそうなんだけど、わー、しっかりしてて、すごい嬉しそうです。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。いや、大変だよ、あれは本当に、ね、うん、素晴らしいです。So Elvis took the NA car, known as the Otaku Custom Car, right? Recently popular, but let's continue on, shall we? じゃあ次行きましょう。はい、それでは次は People's Choice ですね。People's Choice のまずは出展者さんの方、デモカーのアワードです。エントリーナンバー2015番 GR86 ムーンピックさんのベストアワードになります。これも去年出たばっかりの車なんですけど、はい、もう速攻ワイドフェンダーにしてエアサスを入れるっていうのが早かったんですけど、さら、はい、にこのデカールっていうかこれ、はいはい、ちょっと TRD を意識したイメージカラーなんですけど、はい、そういうのもやってきたりとかも最速男でしたね。本当に最速っていうのが最速カスタムのね、はい、でこれもまたオートスポに飾ってたりとかして、はい、もうすっかり有名な車なんですけど、おう、うん、まあそれが分かりやすくみんなに刺さったんだなと思いました。いや、もう伝わっちゃうんです ね、 ね、やっぱりそういうのってね。いや、おめでとうございます。皆さんに選んでいただきました。どうですか。もう常連だもんね。そうですよね。そうなんです。確かに。どうぞ一言お願いします。この車はムーンテックのデモカーでもあり、まあ、僕の愛車でもあり、まあ
結構すごく出たばっかの時にすぐ最速で作ってたんで、まあすごくわからないところもありながら大変だったんですけど、まあこのような賞をいただけて大変嬉しく思います。ありがとうございます。いや、よかったです。おめでとうございます。皆さんが選んだ1台が選ばれました。イエーイ。車の前で写真撮影をお願いいたします。はい、ではこちらの方へお願いします。おめでとうございます。やっぱみんなに伝わるんですね、そういうの。本当にわかりやすくかっこいいですからね、ワイドボディで。あと車好きがみんな車好きだからね、そうですね、余計に。うわ、これ新しいやつだってなるんです。まあそれもワイドボディするってベンダー切らなきゃいけないんですよ。はい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 。でも新車をやるってのはちょっとなかなかね。まあね、男性は新車買ってない、切りたい。それと勇気が、勇気がないですよ、私は。綺麗に乗ります。はい。まあそこはワイドに綺麗にしてやってるから。すごいな。そこまでできる技術があれば。そうですよね。うん。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい。皆さんもぜひ今後もムーンテックさんのデモカーはもちろんですが、商品特化もチェックしていってください。お願いいたします。はい、お願いします。すごいかっこいい。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。それではピープルチョイスのエントリーカーの方を行きたいと思います。エントリーナンバー621番 NSX です。Come on out!これも分かりやすい車ですよね、本当。はい、NSX です。ホンダの90年代のスーパーカーなんですけど、ものすごく長い気がします。そう、はい、30年前ですからね。30年前なんだ。しかもそれの前期なんでもっと古いんで。わー、本当に。だからそういう車が今流行ってるんですけど、そういうのも今の技術でああやってエアサスにして、まあ、かっこいいホイール入れてブレーキ入れて。わー、やっぱみんなやっぱエアサスですね。エアサス多いですね。おめでとうございます。お、そうですよね。おめでとうございます。皆さんに選ばれました。おめでとうございます。ぜひコメントどうぞ。お疲れ様です。ありがとうございます。なんて言おう。今の気持ち、もしくは何回目ですか、スタンスネーション。いや、初めてなんで。初めて。はい、他の人が決めてくれる。あ、そうなんですね。一番、いや、ほら残った車、本当にこんなに台数いるのにこんなゴミみたいな車。いやすいません。 NSX やっぱみんながヒーローなんですね。みんないろんなかっこいい車あったのに俺みたいな、ね、それはもうみんな一般の人の。ありがとうございます。いや、本当素晴らしい。みんなに選ばれたんで、本当にいいなって思った方が多かったんだと思います。ありがとうございます。いや、おめでとうございます。ね、おめでとうございます。いいですね。またぜひスタンスネーションで、はい、マガジンのアワードも狙いに来てください。はい、狙います。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、これからも頑張ってください。おめでとうございます。では車の前で写真撮影お願いします。すごいですね、皆さんが選んだ車、素晴らしい。やっぱりかっこいいですね、これは。どの辺に止まってたんでしょうか、ね、これはね、ちょっとインスタライブするときに通ったんだけど、どこだったか全然覚えてない。なんかいろいろ、はい、いろんなとこ回ってたから。はい、しずちゃんらしいコメントありがとうございます。はい、Elvis, this is the car that the people chose. It's his first time at this event, so he's really surprised to win. I had the NSX, same color. Yeah. But my head was touching the roof, so I sold the car. Really?エルビスも同じ車持ってたらしいですよ。でも背が高すぎて頭がぶつかってたらしいですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあエルビスお待たせしました。ここからはエルビスのアワードとなります。はい、now it's time for Elvis's award。 はい、それでは行きましょう。スタンスネーションスタンスアワード、エントリーナンバー546番 Z34。 エルスに選んだ理由を聞いてみましょうか。はい、オーライトエルビス、 So why did you select this car today?Well, besides the fact that it's
one-of-a-kind vehicle. The thing that caught my eye the most is the... Congratulations! Yes, okay, so he was saying that he always wanted to get this award actually, so he's really, really happy to get this today. And he's very thankful for all of his team members who we worked together with on this car. He's really grateful for this award. Very nice. The car looks amazing. I'm glad you brought it to our event. Oh, 今日はリブさんがこの車をイベントに持ってきてくれて本当に嬉しいです。って言ってますよ。よかったです。よかったです。Thank you. 一応ね、あっちのカメラにね、振るとエルビスに手が触れます。あ、あそこにエルビスがいるんだね。He says thank you. Thank you. おめでとうございます。いいですね。It's so low. It's so low. 本当に低い車ですね。Really cool car. Hi. My goodness. 素晴らしい。おめでとうございます。Wow. All right. So let's move on to our next award. はい。それでは、エルビスのスタンスネーションユーロアワードいきましょう。エントリーナンバー215番、ランボルギーニ・ディアブロ。Come on out.Look at that with the door open. ドア開いたまま来ちゃったよ、もう。ヘタヘタのペタで来ましたよ、大丈夫？ Oh my god. エルビス、どうぞ、もう。すごいね。All those cars that you see at the car show with the doors that go up like that? Yeah. This is the car that started it all. Like, this car was, you know, built with the doors like that.Really? So, Elvis, what is the reason that you chose this car? Lamborghini Diablo VT was one of those cars that pretty much every car.Person had as like a poster on the wall growing up. So to see one modified like this is just crazy. いいですね。やっぱりあの選んだポイントはこの車ってあの子供の頃からポスターで部屋の中で飾ってるような車だからやっぱり夢のような車でこれをカスタマイズするのって本当に素晴らしいポイントでした。ありがとうございます。He says thank you. Thank you. Oh yeah, I love that the owner had the courageto modify a Lamborghini to this extent. Right. Like especially cutting the body of such like rare and expensive car. Right. やっぱりあのとにかく勇気が必要だったランボルギーニをカスタマイズするのってやっぱりあのボディをカットしてそうですね、はい、よっぽど勇気が必要だったんだなって全部自分で作業してるんで結構勇気がいりました、はい、すごいですね素晴らしい素晴らしいえあの一人でそうですハンドメイドでコツコツもう10年ぐらい乗ってるんでこれすごい Oh yeah handmade yeah that's like another the fact that it's basically a completely custom kit like you will never see another Lamborghini like this、it's、that's freaking cool incredible completely handmade and he's been riding this for about 10 years he said wow amazing the specification of the rear wheelsIn the registration form, he said that it was 13 inch wide with an offset of negative 82. Right. That's crazy. Yes, あのインチになっちゃうんだけど13インチのホイール、もう本当にこれもすごくポイントで素晴らしいですね。Wow, yeah, this is really incredible. 本当におめでとうございます。ありがとうございます。またお願いします。あの YouTube やってるんでよかったらチェックしてみてください。お、何？あの早期ランドっていう。チャンネル名で最近始めたばっかなんですけど、はい、そういう車のを主に上げてるんでよかったらお姉さんはいお姉さんランドはいよろしくお願いしますぜひぜひフォローお願いしますチェックしてくださいThank you, Elvis. YouTube ですね YouTube ですね Thank you, thank you Alright ではおめでとうございます本当に車の前へお願いしますお願いします Congratulations It literally looks like a big toy It really does
It looks like a toy car. This would be so much fun to drive. Holy cow, one of a kind. もう世界に一つしかないっていう感じのカスタマイズですね。手作りがすごいですね、本当に。ありがとう。And sounds so good. Wow. 音もすごくいい。うんうん。Wow. Oh, so he just started a YouTube channel apparently. What is it? Soki Lando. So if you follow Soki Land on YouTube, you'll be able to follow him in his car endeavors. So go check that out. Congratulations! Very nice. All right, let's move on to our next award.はい、それでは次のアワードいきましょう。スタンスネーションビップアワード、エントリーナンバー520番、 Y31 シーマー。わーわーわー、あ、なんかエルヴィスの好きそうな感じの色。そうね、おー、この音も好きそう。おめでとうございます。はい、どうぞ。Alright, Elvis, so why did we select this car today? Honestly, this was one of my favorite cars, like at the show. One of my top... Really? Yeah, one of my favorites, for sure. Wow, this is really, I think, Elvis's, in all of the cars, I think, the most favorite car. Thank you very much. I love that he was able to modify a 32-year-old car to look so modern.あのやっぱり32年あの目の車をこんなにモダンにあのカスタマイズできたっていうところがポイントでしたね。Yeah, the amount of work on the body of the car is incredible, but even under the body, such as suspension, is just even more work. やっぱりあの相当たくさんあのいろいろ工夫をしたんですね。ボディだけじゃなくて下の方もたくさん、はい、あのカスタマイズして、はい、素晴らしいですね。Yeah, and、one of the couple favorite things about this car to me are small details such as the door handles. They're from a different car, a Celsior. Okay. And I like the way theHow we modify the trunk, the shape of the trunk is just awesome. Very cool. So, やっぱりあのディテールがあのすごくいいらしくて、とあのドアのハンドルとか、あとはトランクの方のデザインのカスタマイズもすごくかっこいいです。はい。はい。あのではあの一言コメントお願いします。はい、一応このシーマに関しましては、一応エンジンも、V8 エンジン乗せて。はい、あのもうとことんもう外観だけが 31C まで、もう他はもう本当に違う車種の、はい、足回りからなんか全て組み込んで、はい、まあ、ショップの社長さんなんですけど、はい、ありがとうございます。素晴らしいです。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。いや、おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。車の前で写真撮影お願いします。お願いします。すごいですね。 So he was saying they also put a lot of work into the engine. It's, if I heard correctly, like V8 engine. I'm not very like knowledgeable about that, but it seems like they put a lot of work into the engine and just everything. So they worked on this really hard. Yeah, this car is just, every part of it was, you know, nothing was overlooked. Let's just say that. Right, right. Fantastic. 素晴らしいですね。おめでとうございます。はい、それでは次のアワードいきましょう。スタンスネーションクラシックアワード、エントリーナンバー543番、ボルボアマゾン。久しぶりにこのねナンバー見たんだけど、あの、あ、見えないかな、ナンバープレートね。そう、古いやつ、古いやつ。私京都だからさ、あ、でも京都のナンバーだと思うんだけど、ね、違うかな。おめでとうございます。 So Elvis, why did you select this car?
Oh man, I can't even lie to you. I have never seen this car in person. Like, not only that, but when I saw it, I had no idea what it was. Really? Just being honest. Yeah. あの正直に言うとやっぱりこの車はあの実際に生で見たことがなくて、あと写真で見た瞬間にこれは何の車かって正直分からなかったらしいです。Yeah, I find it very cool, obviously when people choose to modify cars that are not so common. Even though this car appears to be just simple, like let's say wheels and suspension, it still stands out from all the other cars at the show.Amazing. やっぱりあの、yeah. 珍しい車をカスタマイズするのってすごくいいことで、あのそん割とシンプルなカスタマイズなのにすごく目立ってて、やっぱりあの本当にあの多くの車の中からすごく目立ってたからそういうポイントで選びました。はい、で、yeah, and I just wanted to compliment him on the wheel choice. I feel like it suits the car perfectly.うん、あとホイールの、選んだポイントがすごくいいですね。やっぱりかっこいいですね。彼すごい嬉しそうですよ、エルビス。もうこれもエルビスが好きそうな感じで。じゃ あ, あのよかったら一言お願いします。この台数から選ばれてすごく嬉しいです。で、まあ、頑張って走ってきた台がありました。京都ですか？はい、やっぱ京都ですよね。おー、そうだ、一緒ですね。わざとあの古いナンバープレートをつけて、オーナーさんがずっとワンオーナーで乗ってはって、はい、でそのナンバーがやっぱりいいな、珍しいから、あ、そうですよね、はい、いや素晴らしい、素晴らしい。自走で帰らはるんですか？あ、気をつけて。はい、ここまで。じゃあまた京都でいつかお会いしましょう。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。本当に Congratulations。 大きな拍手お願いします。京都で見たことあるかなとか思った。すごいね、京都でこういう車が走ってるんだって感じだよね。 This car is 54 years old. 54! 54年の車、54年っていうか、あの日本語でなんていうのかな。 That's crazy. It's very crazy. 54歳の車ね。すごいかっこいいカスタマイズですね。おめでとうございます。I wonder if the owner had it for a long time. So, I didn't catch part of it, but it seems like I think he received it from an owner. Yeah, he received it from another owner. So I don't think he's owned it for very long, but clearly it's been kept in very good condition for a long time. Yeah. And it also had a really, really old license plate. Did you notice that?Oh yeah, JC was saying something about that earlier on Instagram. That's right, but, we featured it on the Instagram Live, but it is a license plate that you can't see anymore, and it's a Kyoto license plate, so Minnie's from Kyoto, and she was quite excited about that. Awesome! Alright, so let's move on to the next car! はい、次のアワード行きましょう。スタンステーションカスタムアワード、エントリーナンバー1063番。ポルシェ997。Well, I've been watching the progress of this car on Instagram for a long time. The owner kept updating it. So when I saw him registered for our event, I was pretty freaking stoked. Nice! You've seen this on Instagram for a while now? Yes. Oh, it is a very cool car. Yes, I remember seeing this on the live.あのしばらくエルビスさんがあのインスタで見てたらしくって、あの実際に今回イベントで見れて嬉しかったそうです。 I think this car is pretty much a definition of custom car、mm. with everything from the bumpers to fenders, just everything is, was made from scratch. 素晴らしい、もう本当カスタムっていう感じの車で、あの全て一からあのやったっていうような感じですかね。そうですね、もう自分が思った形をこの ABS のアシュルさんに、まあ、希望を叶えてもらって作ってもらったような感じです。素晴らしいですね。 Yeah, they really, they did everything just as they imagined that they wanted it to be, and they kind of brought that to reality.
That's awesome. Yeah, this car is cool. There's so many things about it that are just awesome, but I think the wheel choice, like the center lock wheels, just perfect. Like the fit and finish are just awesome. フィットとフィニッシュってわかりますかね？が素晴らしくって、あとホイールのあのフィットメントもすごく良くて、あのやっぱり全てがかっこいいなっていう印象でした。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。He's very happy. Thank you. よかったら一言お願いします。まあ先日行われたベックフェストっていうイベントでもアワードもらって、まあ今回もちょっとアワードまあ取れたらいいなと思って。まあ望ましてもらって、まあ新しいチームちょっと自分がリーダーとしてチーム作りましたんで、まあちょっとこれでリーダーとしての威厳も保てたかなと思いますので、これから頑張っていきたいと思います。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。出ます。おめでとうございます。車の前で写真撮影お願いします。はい、どうぞ。お二人でどうぞ。みんなでよかったら。Very cool. So he just became the leader of his team.So he feels really, really happy that he could get this award today. It's an awesome day for him. Very awesome day. Ah, nice. We got the whole team here. いいですね、チームで。Low Jack. That's awesome. デビルみたいな感じなんだ。ね。Really cool logo on their team shirts. みんなジョーダンの靴が好きなんだね、このチームね。本当だ。Everybody's wearing Jordans. 私もじゃあ入ろうかな。はい、おめでとうございます、皆さん。じゃあ大きな拍手お願いします。Big round of applause. Thank you. Really cool car. I just love the wing.はい、おめでとうございます。It's the biggest swing I've ever seen. おめでとうございます。Congratulations! はい、では、はい、皆さん、それでは最後、最後のアワードとなりました。Cover your ears. Last award. はい。お、それでは、よ、はい。音が大きいらしいですよ、皆さん。じゃあもう思いっきりでお願いします。耳を塞いでくださいねって。はい、それでは本日ラストのアワードいきましょう。デンスタンステーションエントリーナンバー11番トヨタスレンジャーコンコobviously the best of show award is always the hardest one to choose from because there's so many cars, but just judging by the amount of people that surrounded this car all day long, I feel pretty confident in my choice. Very good. あのやっぱりベストオブショーを選ぶのって本当にすごい大変で、あのたくさんのかっこいい車の中でやっぱり選びづらいんだけど、もう一日中この車が多くの人たちにあの囲まれてて、やっぱりこれだなってあれこれがベストオブショーだなっていうことになりました。ありがとうございます。The owner is obviously a very talented car builder because his other car also won an award at our past events.Oh, awesome. やっぱりオーナーさんは本当に才能を持ってるなっていう印象で、前回もあの賞を取った車も出してましたよね。そうですね、はい、山口の時とあとはちょっと古いですけど大阪の時も。あ、すごい。 So 山口 and 大阪 he got an award. Amazing. Yes. But I think from all the car that he has builtThis is my favorite so far. Wow, でもやっぱりその中からこれが一番良かったって思ってます。And apparently he's not even done yet. There's still so much left to do. Oh, で、これ完成してないんですよね。
そうですね、あのちょっとベストもらったんでちょっと申し訳ないけど、実はまだ 40% ぐらいの完成で、そうなんですか。はい、まだ完成というか、今とりあえず一旦完成なんですけど、一応ゴールとしてはもう2回ゴールがある予定です。わー、もうね、どんどん次がね出てきちゃうんですよ ね、ここでって思ってて。あ、そうなんですよ。でだけどそれやってるといつもだってもできないんで、なので一旦形にして出させてもらったから。でも一旦そこでゴールで賞取れたんでよかった。素晴らしいですね。 ありがとうございます。 Yeah, so he said he's only about 40% done his work on this car. So he's got a lot more that he wants to do with this car. So I think we can look forward to seeing what he's going to make after this. That's awesome. The engine swap and the color choice are my favorite things about it so far. 素晴らしいですねということで、あとエンジンの交換とあの色のあのチョイスが本当にかっこよくて、これが最高ですってことですね。はい、ぜひコメントの方もお願いします。今回ちょっと一旦完成だけど出そうかどうそうかもすごく悩んで、いろんな人に相談しながら、でもやっぱり作ったからには表に出そうと思って、実は昨日も夜中の1時まで作業してて、でそれでもちょっとやっぱり全部間に合わないながら一応持ってこれる状態で持ってこれてベスト取れたんで、本当に先週とかも寝ずに手伝ってくれた友達とかもいたんで、本当感謝しかないですね。ありがとうございます。はい、本当におめでとうございます。ね、こちら本日のベストショーなので本当におめでとうございます。これからもあと 60% 頑張ってください。頑張ります。はい、おめでとうございます。車の前の方へ、車の前の方へお願いします。ベストショー大きな拍手お願いします。40% done? 40%! He was working on this car till 1 a.m. last night in order to bring it here today. Wow. Yes, he was working on this car. I'm so bummed that I don't get to see any of these cars in person. Right? Oh man, you're missing out, Elvis. I have to say that. It's killing me. It's killing me. Anyways, 本当は来れなくてもそう痛いよって言ってます。本当来たかった、生で見たかったって言ってます。なんでやねみたいな感じだったもんね。本当におめでとうございます。次が楽しみですね。もう次 100% になった時にエルビスも見ようね。うん、So maybe when it's at 100% finished, you'll be here to actually see it in person. Definitely. Yeah, even better. That'll be great. Yes. エルビスが次回楽しみにしてますって。はい。はい。車たちは、中央の方に行ってもらったら皆さん16台ずらりと並んでいますので、あと10分ほどこのまま並べる予定です。皆さんぜひそのまま見に行ってください。そして、はい、次回のスタンスネーションは10月16日ついにお台場リターンズでーす。やったー。お台場 in Tokyo with our next dance station event, so look forward to that。 そして一応の予定ではありますが、エルビスもお台場に帰ってくる予定です。 Hopefully we can see you, Elvis, at the Odaiba event. Oh, I hope so too. I'm really, really eager to get back to Japan. Fingers crossed. もう問題なければエルビスは来る予定だそうです。おっ、サオリさんも DJ サオリ is here too. Hi. Hello, hello.はい、そしてステージコンテンツの方もね、ダンスとか今まであってちょっとなかった時があったんですけども、そちらの方もリターンします。そうなんだ。 OK, so we get 10 more stage dances and events next time. イベントがね、盛りだくさんになります。もっと Nice, it's gonna be super fun next time. はい、そして10月16日のエントリー開始は8月中旬を予定しておりますので、皆さんぜひ公式ホームページの方をチェックしてください。お願いします。
はい、それでは本日も、出発のタイミングはこちらからアナウンスさせていただきますので、スタンスネーション残りちょっと短い間ですが、皆さんラストまでお楽しみください。もしかしたらちょっと雨が降ってきたかもしれません。ちょっとでもいいタイミングだね。終わった瞬間に雨がちょっとボタボタ。It's just starting to rain. The timing is impeccable though. Just wrapped up. すごいね。はい、はい、そして、自走可能な車から出発しますので、自走可能な車から、お願いします。席車の方はもうちょっと待っていてください。はい、そして毎回毎回言っていますが、くれぐれも静かに。静かに出ていてください。Yes, quietly please. そしてスピードの出しすぎは絶対にしないでください。はい、お願いします。はい、また来年もぜひ愛知で開催したいので、そのために皆さんご協力よろしくお願いいたします。お願いします。やっぱり音が大きいとね、なかなかまた同じ場所で開催できないから、また皆さんここで開催したければ静かにお願いします。はい、お願いします。というわけで皆さん、はい、今回もスタンスネーション一日楽しかったですか？どうでしたか？楽しかった人手を振ってください。イエーイ、ありがとうございます。今回も参加していただき本当にありがとうございます。ぜひ10月16日のお台場でも皆さん会いましょうね。本当に楽しみにしています。楽しみにしてます。はい、それでは今回もしずちゃん一緒に MC してくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。楽しかったね。楽しかったね。あとキッチンストーリーも長々と今日はありがとうございました。もう寒くてジーパンを履きましたね。はい、寒かったです。今日はどうでしたか？今ちょうど雨降ってきて、なんか私たちやっぱり晴れ女。私たち晴れ女。そうだよね。そうね。でもあなたのパソコンが一番心配だから、そろそろ閉めようかな。うん、そうだねとか言って、そっちの心配みたいな。Yes. あと、How about you, Elvis? How was the show today? Honestly, this is like might be my new favorite location.Really? I don't know if I'm allowed to say that or not. Yeah, but okay, like the variety of cars and the quality of cars is just another level. Really? Well, that's great to hear. エルビスが言ってます。愛知のイベントがもしかしたら一番好きなロケーションだって言ってますよ。本当にね、もう周りが何もないしね。ね、あと車のバラエティ、車の近くの車もすごいレベルが高くて、すごく好きでしたって言ってますよ。Don't sleep on Tokyo. I hope I get to experience it next year. Don't sleep on Tokyo. I'm looking forward to Tokyo. He said, "Don't sleep on Tokyo. Tokyo's gonna be probably even more lit." Oh yeah. Oh, Tokyo is always. It's always been the best, in terms of the amount of cars and everything. But yes, yes. It's been a while since we had Tokyo, so for now, this might be the best. Okay. Maybe. エルヴィスに教えてあげてほしい。本当に名古屋は真ん中だから東京とかの人たちも来れるし、関西とかの人もこう来れるから、確かに真ん中だからね、めっちゃいいのが集まるんだと思う。確かに。 So Elvis, Mini-chan just had a really good point. 名古屋 is located right in between Tokyo and Kansai area, like Kyoto and Osaka. So all the great cars from Osaka area, Kyoto area, Kansai and Tokyo can all gather at this location. So it's a really, that might be the reason whyYeah, it's really good. I like it. And it's really nice, like the venue itself is nice. It really is. Very spacious. And of course you get to see the beautiful view on the right side. Lovely, lovely. Well, this has been a really wonderful event. Thank you so much, Elvis, for everything. Thank you. Thank you all for working so hard. Thank you. It's hardly work because it's fun. 楽しかったね。楽しかったね。ほとんど仕事じゃないよねって。楽しいから。はい。それではそろそろ。はい。この辺で。皆さんとお別れしたいと思います。はい、はい、それじゃあ皆さん、スタンスネーション2022愛知、本当にありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。 See you in on time back. Bye guys. Drive safe. Bye.